白馬の似合うキラキラしているプリンスです。プリンス系プリンス、もうこの人しかいないです。白いワルキ君です。おー、98人中5位ってことですね。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。割といつもを見るとなんか全然違うんですけど、まあ、でもそう思ってもらえてるのは嬉しいし、頑張って対応できるようにはしていきたいなと思ってるんですけど、まずはセリフからプリンスっぽいことをしていこうと思って。12時過ぎても返さない、ガラスの靴と投票忘れてない、なんかいや僕も慣れてないんですみません、恥ずかしいです。あの普段絶対に言わないです、めっちゃ恥ずかしい。頑張ります。でもねえ、やばい、棒読みっす僕あ、自然にが一番難しい、ちょっと待ってください。よし、ねえそんなに強がらないで、僕の前では甘えていいんだよ。ちょっと待って、ちょっと勉強します。本当になんか反省みたいな反省します。昭和時代の俳優みたい、まさに主人公みたいな顔してますよね。顔が濃くて目がはっきりしてて、はい、彫刻刀、なんかもう彫刻刀で彫ったみたいな顔ですよね。あれも安藤智昭くんです。自分は失神しました。普通にもう初めて見た時にああって思いましたね。もうなんかもう言葉にはもう表せないぐらいめっちゃかっこいいです。もうなんて言うんだろう、もう神、多分あれは前世は多分人救ったと思いますね。あれはなんか本当にめちゃくちゃ濃いんですよ。もう僕にはないから羨ましいなと思うんです。コンプレックスだけどチャームポイントで良かったです。眉毛すごい太いんですけど、その眉毛がやっぱチャームポイントなのかなとは思います。キツあーそれちなみに誰か今聞けます？はい、うわもううわー、ヒチョン君は結構言ってくれてたんですよ、このかっこいいって。いやちょっときついっすわ、ひどいっすわ、後で絶対言いますああやれやれ、僕のこと好きになっちゃったら大変だよいやでもまあこれで、まあ、ちょっと棒読みになっちゃったかもしれないけど、楽しんでくれれば大丈夫ですありがとうございます。まあ、目つきがすごいセクシーで、いやなんか自分ではそのセクシーにしてるつもりはないんですけど、もう本当に子犬のように笑うっていうか、めっちゃ言われますよ、トイプードルってすごいみんなから言われます。僕です。あの豆柴に似てるって、豆って自分でもあるんですけど、豆柴に似てるって言われます。ワンワンキムユンドンくんです。わあ、本当ですか。わあ、嘘、なんでだろう。もう目が何よりかっこよくて、みんなをこう魅了してしまうような目つきをしてるので、もう笑顔がとりあえずはもう本当に最高で、ふとした時に笑う笑顔でもそうだし、動画とか撮ってる時に笑ってる笑顔とかも、もうなんか全部その母性本能グヤグヤグヤってやられるみたいな、もう本当に可愛らしいしかっこいいしみたいなのが混ざってて、あーそういうことを見てくれたんだ、ありがとうございます。
確かに。かしやります。さらによやっちゃった、僕がビジュアルセンターに選んだのはタカ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 タスルボーシオンくんです。ありがとうございます。自分は鶴坊くんの目が綺麗なとこが目目目尻がちょっとよく見てたらちょっとクイッなんかチュイッて上がってるんですけど、そこがあーかわいいと思ってめっちゃ見てますね。それね、誰か知らないですけど結構あの見た目こういう感じできてツンツンしてるんですけど、なんかちょっと褒めたりとかこう照れた時プッて笑うんですよ。その顔がめちゃめちゃ可愛い。はいはい、笑った時とか見とれちゃいますね。もう完璧なビジュアルでずっと見ていられます。あの顔で高身長、もう唯一無二、もう鶴星翔くんしかいないです。僕なんかを2位に選んでいただいてありがとうございます。 とても嬉しいです。え、演技するんですか今。え、きつ。国演プロデューサーと主演の関係は今日で終わり。今日から俺のもんだよ。ありがとうございます。マジで死にたいです。なんか全部が理想のパーツ、全部が、あ、もう、はい、王道のイケメン、赤髪の目キリッとイケメンです。赤髪の目キリッとイケメン。キリッとっていうのは別にこういうこと言ってますかね。じゃあ赤髪でキリッとイケメンだったらもう僕でしょ。僕が選んだのは川西匠くんです。匠くんを。川西匠くんです。川西匠くんです。え、僕でしょ。僕です。なんですかそれ、キャッチフレーズですかあんまり言われたことはない。あ、でもなんか光ってるって言われますね。がが笑った時にここの表情のくっきりさは変わらず、口角がキュッてなるところが可愛い。普段はこう天然で面白いことをよく言ってて、何言ってるのか分かんないなっていうことがたまにあるんですけど、でもパフォーマンスになるとダンスも上手いですし、何より表情がすごくかっこよくて、自分にはない表情があるので、そこがまあ川西匠くんの魅力で、僕がすごく、そうですね、推しですね。最低これいい、 OK、 これ OK なんですか。え、無理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 、ほんまに無理です。無理です。もうジュンクちょっと待ってください、恥ずかしい、こんなん恥ずかしい。いきます。行ってきますの中忘れてないキモい、ちょっとキモ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 、ほんまにダメですこれ。やば、最低やな、最低最低。プロデュース101ジャパン、ビジュアルセンターは川西匠でした。ありがとうございます。バイバイ。